はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。足痛い足をね、奥台を作ってね、今伸ばしながらやってるんですけど、同じ姿勢を続けるとね、なんかカツーとなんか固まったような感じになって痛いんですよね。はい、本題いきます。余計なこと喋んなって言われるんで、はい、すいません。時事 .com に今日ですね、4月10日の朝に出た記事でこんなんございます。参院選、使徒の陣激戦必至、与野党の構図固まるという感じです。まあ、誰を立てるんやというのが大体決まったわけですね。ちょっとそんなに長くないんで読んでいきましょう。夏の参院選東京選挙区（改選数6、6議席なんですね。で、主要政党の候補者が出揃い、対決構図がほぼ固まったですね。6議席あるんですよ。で、自民党は2議席維持が至上命令で、至上命令か、至上命題ちゃうんかまあいいけど、立憲民主党も2人を公認した。で、今ね、公明、日本維新の会、共産党各党もそれぞれ 議席を目指すほか、地域政党、都民ファーストの会もファーストの会を立ち上げ参戦するなど激戦は必至だと。現在の構図はですね、自民にですね、立民にですね、で、公明と共産が1議席ずつというのが現在の構図でございます。で、まあ、これで、まあ、普通は行くやろうと思われています。もうちょっと行きましょうか。ところがちょっとね、メンツは変わるんですよ。自民は引退する中川正治元環境省の後継選びが難航していたが、6日にアイドルグループおにゃんこクラブ元メンバーの生稲晃子氏の擁立にこぎつけた。そのね、なめてんのかと言いながらですね、誰か国会議員だった人いましたよね、スピードのなんとかさんっていう。で、あの人がね、その質問かなんかに立つのの原稿をですね、カメラに写真撮られて写っていたらですね、すべての漢字にですね、ルビが振ってあったとまあ、ありがちな話ですかね。いや、タレントだったらいいんですよ、別に漢字読めなくても。でも政治家がね、普通の漢字ルビ振ってもらわない読めへんって、あるいはその普通の漢字をこうミスりそうになるっていうのは、それはちゃうやろうと。国民の代表としてですね、国政をどうするか、予算をどうするかっていうのを議論をするのが国会議員であるわけでして、それがですね、その小学生が読めるような漢字が読めないとなるとですね、それはもうよほどの問題ですね。その漢字読めなくてもよほどに能力があるというんであれば話は別ですけど、そういうふうにも見えない。ただ単に名前が知られている、見栄えがいいというだけでですね、この国会議員に慣れてるんですね。決して良くないわけであってタレント議員ってのは多かれ少なかれそれですよね。名前があるから国会議員になったと。で、今回もにゃんこの生稲さんっていう、生稲晃子さんという方がですね、どういう人かよう知りませんけども、その類であればですね、自民党よ、お前は国民を舐めてるのか、東京都民舐めてるのかっていう話ありますね。の擁立にこぎつけた、先に公認した元ビーチバレー選手で現職の朝日健太郎氏とともに2議席を死守したい考えだ。元ビーチバレー選手の何度もいいんですけど、要はその仕事をきちんと、政治家として仕事ができる人であれば別に何も文句言いませんけど、名前が売れてるだけでですね、政治家になる、なりたい、なってしまうというのに乗っかるという姿勢はですね、私はあんまり、好ましいとは思いませんね。世耕弘成、参議院幹事長は8日の記者会見で、2人がしっかり切磋琢磨して当選してほしいと強調。これはっきり言ってね、朝日健太郎さんって言ってもよく知りませんし、イメージないですね。生稲晃子さんという方、おにゃんこっていうのは僕よりちょっと若いぐらいではなかったかなと。私が社会人になった頃にこう高校生でやってたんちゃうかなと、なんかそんなイメージがありますけどね。なんで、どうでしょう、私の仕事下では50代前半のイメージですかね。
きちんとね政治家として仕事ができる方であれば文句言いませんけどね、ただ有名なだけ見栄えがいいだけやったら嫌やなという感じしますね。ただ両候補者とも知名度頼みの側面は否めずって書かれてるやん支持層の住み分けが課題だ。東京都ってのは自民党の組織はそんなに強くないところですね。だからまあ知名度で勝負してるんですよね。都連幹部は知名度では生稲氏が勝る、知らんかったけど、ね、有力な組織団体を朝日氏に回すことを考えていくと危機感を募らせる。下手したらどっちが落ちるかも分かりませんよね。まあその どうなるか分かりませんけど、なんかしょうもないなという立民も自民と同じ課題を抱える。過去2度のトップ当選を果たし圧倒的な認知度を誇る現職の蓮舫氏と新人で元衆議院議員の松尾明弘氏を公認した。松尾明弘ともよく知りませんけどね。泉健太代表は8日の会見で2議席取るのは本当に大変だが全力を尽くしたいと語った。蓮舫は前回の選挙で118やったかな、112万票ですね、徐々に落としてはいるんですけど、また東京には100万以上のアホがおると考えて間違いないと。毎回これをこの尺度はですね、どの程度東京にアホが多いんやろうっていうのをですね、私見てるんですけど、まあ相当いますよ。だって小池都知事は400万ぐらい集票したんですよ。どんだけやねんって、どんな町に住んでんやろうと思いますけど、私自分で。みたいな。まあ、と言うてもね、代わりの人がいなかったからっていうのはあるんでしょうけど、やったら白票入れるとかね。なのに、ちゃんと小池百合子って書いた人が400万いるんですよ。どんなとこに住んでんやろうと思いましたよ、本当に。もう、ちょっとってゾクッとしまう。ほんまに。で、蓮舫と書く人がですね、まあ、112万人おったわけですよ。前回、去年の衆議院選挙でですね、よく似てる辻元清美か。同じ類のキャンキャン系の議員さんですけども、その辻元清美さんが大阪の高槻で落とされました。比例復活もできないほどの惨敗を期しましてですね。で、蓮舫さんも応援に行ってましたね。で、辻元清美さんが落ちた時に、なんか蓮舫さんが非常に残念がってました。それはそうでしょう。まあ、次は自分かということで。まあでも蓮舫さんが落ちるってことはないと思うんですよ。この112がね、半分になっても当選できるんですよ。半分になっても。だから100万切るかは分かりませんけども、まあでも蓮舫さんの当選は硬い。周票力の差を埋めるため、都連は衆院の20選挙区支部のうち1支部が蓮舫氏を、残り24支部が松尾氏を支援する体制を決定した。ただ松尾氏の擁立が遅れたことや、改選を迎える参議院副議長の小川俊夫氏が進退を明らかにしたいことが懸念材料だ。この小川さんという方はお年なんでですね、引退しろということですね、立民から。でもまあ、わからへん、わしは出るって、無所属でも出るとかで言うかわかりませんよね。どんな方か全然イメージないですけど。立民、国民民主両党の支持団体である連合は、松尾氏とファーストが擁立する荒木、読めへんやん、これ。荒木、一十百戦の戦に太陽のようですね。千尋ですかね、代表の推薦を月内にも決定する方向。しかし立民の低迷や国民の与党接近もあって、組織の一部には動揺もあると、うん、まあその今まで立民と国民言っちゃうわ、国民民主とファーストはですね、議席を持っていませんからですね、これで一人荒木さんという方を押し込もうということですね、うん、公明は参戦を目指す竹谷俊子氏を公認。共産は現職の山添拓氏の再選に全力を挙げる。このね、2党は組織票がガツッと固まってますから固いですね。だから自民はようわからん2人ようわからん2人やけど、まあ、1人は行くでしょうね。で、立民の蓮舫は行きますよね。で、公明と共産へ行くわけですね。あと2つをどこが取るかということなんです。
自民と立民が、まあ、に一つずつ取ればですね、無風です。無風というか、まあ、その要は今まで通りですけども、これファーストが一つ取って、自民と民主がですね、立民がですね、自民と立民がですね、争って、まあ多分どっちかするって多分自民が勝つんでしょうから、立民は多分蓮舫だけの当選になるんちゃうんかなと。で、結構それって面白くない構図ですね。なんで、もっとなんかこう、波乱があってもええんちゃうのと思いますけどね。まあ、ということでございまして、この全部読んでませんけども、これ一応ですね、これ大丈夫だと思うんで、時事.comのページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。